今日ご紹介するのは、前回ご紹介いたしましたイタリア・ベネチアで買い求めたスケッチブックです。総革製で重厚な感じがとっても気に入ってます。欧州滞在中はこのスケッチブックを絶えず持ち歩いて街中でよくスケッチしてました。これがね、私が通ってたイタリアのフィレンツェイル・ビゾンテという版画工房です。これはボローニャ。フィレンツェから電車で、1時間ぐらいでしたか。まあ暇見つけてこういう花のスケッチとかいろんな雑貨をスケッチしたりしてました。これがね、私のお気に入りの教会。借りてた部屋から歩いて、そうですね、5、6分で行けます。サンタクローチェ教会です。中にジオットの壁画が今でも残ってます。イタリアの野菜かごですね。今でもこんな木造りの野菜かご、道端に並べて野菜を売ってます。結構可愛らしくて、拾い集めてきてスケッチしたりして楽しんでました。イルビゾンデにあった、リトープレス機ですね。フィレンツェの街角でギター弾きのお兄ちゃんスケッチさせてもらいました。これが小口木版画、まあ、いわゆる凸版をするためのアルビオンプレス、フィレンツェで、見つけました。ミラノ製っていう刻印があったような気がします。フィレンツェ中央駅の近くにあるサンタマリアノッベラ教会。これは銅版プレス機ですね。木製のハンドルがとても印象的でした。フィレンツェからバスで1時間ぐらいかな。シエナという町、ここもね、心に残るいい町でした。絵の具にバーントシエナという色があるんですけれども、なんかこの地方の土を焼いて作った絵の具、ちょっと茶色みがかった薄茶色っぽい色かな。バーントシエナという絵の具の名前の元になった町です。とても落ち着きのある素敵な町でした。これはフィレンツェアルノ川沿いにあるサントスピリット教会。この教会にはたびたび訪れました。観光客がほとんどいなく、静かな時間を過ごすのにとてもいい教会でした。ピアッツァシニョーリアル、フィレンツェ観光の超目玉ウフィッチ美術館はちょうどこの辺りにありますね。おお、これはサンドレッド教会。この教会は実に荘厳でした。メディチ家の教会ですね。はい、アルノー川からフィレンツェ市市街地の反対側、対岸を眺めた風景です。ちょうどこの辺りかな、ミケランジェロ広場というのがあります。ここから見るフィレンツェの街、とっても素敵でした。
ポンテベッキオ、フィレンツェ、古い橋の上に宝飾店が並んでいる、とても素敵な橋ですね。はい、これまた再びサンタクローチェ公開のファザード、ガラッと変わって、今度はスイスブライトホルンです。ちょっと順番がめちゃくちゃですけど、これはね、ミケランジェロ広場にあるサンミニマルアートという教会の天井のモザイク画です。どうしても描きたくて、教会の床に寝っ転がって天井を見つめながらスケッチしました。これはマッターホルン、スイスです。登りたかったですね。これはフィレンツェで知り合ったフィンランド人の人の誘いで、フィンランドに行ってみました。フィンランドという国、そこの小さな町、イワスクラという町に行ったんですけども、そこのまあ、なんていうのかな、お土産品じゃないんだけど、グッズショップみたいなのがありまして、とてもまあ可愛らしい、さまざまなフィンランド製のグッズが並べてありました。結構欲しいものがあったんですけども、旅行中なんでとても買って持って帰るわけにもいかないんで諦めてしまいました。フィンランドの民族衣装ですね。フィンランドは湖や川が結構たくさんあるんで、こういう小舟がいろんなところに係留されています。フィンランドヘルシンキからフェリーで、バルト三国の一つ、エストニアという町に行ったんですけど、この町のね、古い町並みの看板がとっても素晴らしくて、スケッチし始まったらやめられなくなっちゃいまして、いろいろスケッチしましたね。もう看板見てるだけで飽きないという。で、看板を見ると何屋さんだから分かってしまうという不思議な気持ちになりました。あ、これはね、イスタンブールの博物館ですね。テラコッタ。紀元前に作られた有力天使の、天使かどうかわからないけど、有力の人物像。紀元前です。ヘルシンキの港で見かけたハンセン。ガラッと変わっちゃいますけども、これはね、イギリスのオックスフォードの博物館でコレクションしてある、ちょっとね、意味不明、ちょっとわからない陳列物です。結構アフリカとかいろんな様々なアジアの小さな国々から集めた小物がたくさん展示してありました。これは一体何なんだろうと思うような収集物。ギリシャの博物館ですね。こういう小さな出土品がたくさん並べられてありました。海外の美術館、博物館でいいのは、館内でスケッチブック広げて、絵の具使っても、サインペン使っても、何使っても構わないという、そういうおおらかさがある。とても気に入りました。
ギリシャの博物館、ギリシャ彫刻そのもののような遺品出土品がたくさん並べてありました。ギリシャからフェリーでトルコに渡りましたね。カッパドキアです。ギョレメ、これはギョレメのオープンエアミュージアム。この穴の中に人が住んでたらしいんだ。教会もたくさんあった。ここはね、結構印象に残りましたね。ウチヒサールという場所で、この遥か向こうにノアの箱舟が流れ着いたというアララット山が見えるはずなんです。この日は見えませんでしたけどね。まあ見えないのかな、遠くて。はい、トルコのアンカラの博物館、こういう石像出土品がたくさんありました。いや、面白かったですね。トルコ、トルコのこれはアヤソフィア、旅の終盤を訪れたスロベニアのこれブレッドという町です。スコフィロカという町の教会、というわけでこのスケッチブック、欧州滞在1年間の思い出が本当にたくさん詰まったスケッチブックです。日本に帰ってからこのスケッチブックを参考にして、ほとんど同じように自分でコピーしました。こっちの方はスケッチブックというよりも、今まで作ったさまざまな画集のちょっと覚書きをメモするための本ですね。というわけで今日はこの辺でやめておきます。それではまた。